これより第4クォーターに入ります。プレーナンバー4-1、佐藤建設ファーストダウン10、ボールオン自陣16ヤード。パス不成功。クォーターバック15番、ワイドレシーバー91番へのロングパス、しかしオーバースロー、セカンダウンに変わります。プレーナンバー4-2、佐藤建設自陣16ヤードからセカンダウン10。パス不成功。クォーターバック15番再びパス、ターゲット91番、しかしこれも通らず、サードダウンに変わります。プレーナンバー4-3、佐藤建設サードダウン10、ボールオン自陣16ヤード。ランニングバック9番、ドロープレーで中央突破、大きく変しておりますがフォースダウンとなります。プレーナンバー4-4、佐藤建設フォースダウン残り1ヤード。プレーをします、ギャンブル。ギャンブル成功、ファーストダウン。ランニングバック2番、ハンドオフから左オフタックルを駆け上がりファーストダウン獲得です。プレーナンバー4-5、佐藤建設ファーストダウン10、ボールオン自陣30ヤード。ナイスエフォート。ランニングバック2番、ハンドオフから右オープンへのアウトサイドゾーン、そこで相手タックルを振りほどき、右往左往しながらもゲインし、そのまま前進ファーストダウン。プレーナンバー4-6、佐藤建設ファーストダウン10、ボールオン自陣40ヤード、失礼、41ヤードに訂正します。パス不成功。クォーターバック15番、右サイドライン際へのフライパス、しかしこのパス通らず、パス不成功、セカンダウンになります。プレーナンバー4-7、佐藤建設自陣41ヤードからセカンダウン10。パス不成功。クォーターバック10番、
再びロングパス、ターゲット1番、しかしこれもオーバースロー、スターダウンに変わります。プレーナンバー4の8、佐藤建設、自陣41ヤードからスターダウン点。パス不成功。クォーターバック15番、ターゲット12番へのパスでしたがオーバースロー、フォースダウンに変わります。プレーナンバー4の9、佐藤建設、フォースダウン10。プレーを選択する模様です。ここでクイックパントを敢行しましたが、このクイックパントを弾かれ、結果ほとんど陣地を挽回できないまま攻守交代となります。愛知ファーストダウン。プレーナンバー4の10、愛知相手陣38ヤードからファーストダウン点。ナイスプレイ、ファーストダウン。ランニングバック35番、スクリーンパスをキャッチアンドラン。大きく演しファーストダウン獲得です。レフリータイムアウト、ディフェンスチームの勝者のためのレフリータイムアウト。プレーナンバー4の11、愛知相手陣16ヤードからファーストダウン点。パス不成功。クォーターバック8番、プレッシャー浴びながら左へパスを投げ捨てました。セカンドダウンに変わります。プレーナンバー4の12、愛知相手陣16ヤードからセカンドダウン点。クォーターバック8番、オプションプレーから自らキープ、約9ヤードのゲイン。プレーナンバー4の13、愛知相手陣8ヤードからスターダウン2。
パス成功、ファーストダウン。クォーターバック8番、ワイドレシーバー18番にパスを通し、ファーストダウン。プレーナンバー4-14、愛知ファーストダウン2ゴール、残り4ヤード。ここでホイッスル。イエローフラッグ、反則が発生しております。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。5ヤード下がってファーストダウンやり直しです。ここでホイッスル。ここでウォーターブレイクです。プレーナンバー4-15、愛知相手陣9ヤードからファーストダウン2ゴール。パス不成功。クォーターバック8番、エンドゾーンへのパス、しかしこれはレシーバーとのミスコミュニケーションでパス不成功です。セカンドダウンに変わります。プレーナンバー4-16、愛知相手陣9ヤードからセカンドダウン2ゴール。不成功。クォーターバック8番、左ロールアウトからワイドレシーバー11番のスローバック、しかしこれをキャッチミス、サードダウンに変わります。プレーナンバー4-17、愛知サードダウン2ゴール、残り9ヤード。パス成功。ターゲット1番、しかしフォースダウンと変わります。失礼、ターゲット11番でした。
プレーナンバー4の18愛知フォースダウン2ゴール残り4ヤードフィールドゴールトライキックによる3点を狙います。キッカー10番ここでホイッスル、チームタイムアウト愛知フォーレーミング。愛知後半1回目のタイムアウトを取りました。愛知後半1回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー4の18愛知フォースダウン2ゴール残り4ヤードフィールドゴールトライキッカー10番キックレングス20ヤード。キック成功3点追加。愛知ゴールデンウィングス13点佐藤建設スタンディングベアーズ0点。プレーナンバー4の19愛知キックオフキッカー10番試合時間残り3分48秒佐藤建設リターン2番佐藤建設陣30ヤード付近でボールデッド。プレーナンバー4の20佐藤建設ファースト安定ボールオン自陣29ヤード試合時間残り3分40秒ラニバック9番ハンドオフから左オープン展開約2ヤードのゲイン外へ出ましたので時計は止まります。プレーナンバー4の21佐藤建設自陣31ヤードからセカンドダウン8ランニングバック2番ハンドオフから左オフタックルをつき右にカットバック約4ヤードのゲイン。プレーナンバー4の22佐藤建設サーダウン3ボールオン自陣36ヤード S ランファーストラン。ランニバック9番ハンドオフから右オフタックルをつきそのまま縦に切り上がり独走大きくゲインしてファーストラン。
プレーナンバー4の23、佐藤建設、相手陣40ヤードからファーストダウン点。ランニバックにはハンドオフから血を突破、約3ヤードのゲイン。プレーナンバー4の24、佐藤建設、相手陣37ヤードからセカンドダウン7。時計に誤差が出ております。試合時間まもなく1分10秒を切ります。パス不成功。クォーターバック15番ワイドレシーバー12番へのパス、しかしこれはカバーされており、パス不成功です。試合時間残り1分4秒です。プレーナンバー4の25、佐藤建設、サーダウン7、ボールオン、相手陣37ヤード、試合時間残り1分4秒。パス不成功。クォーターバック15番、12番へのパスでしたが、これはパスをカットされ、パス不成功です。フォースダウンに変わります。プレーナンバー4の26、佐藤建設、相手陣37ヤードからフォースダウン7。プレーを選択します。ギャンブル。試合時間は残り59秒。インターセプト。クォーターバック18番ロングパス、しかしこのパスを投じてキャッチしたのは愛知16番。攻守交代です。ターンオーバープレーナンバー4の27、愛知自陣12ヤードからファーストダウン点。試合時間残り49秒。中央へのランプレー、ゲインは約2ヤード。ここでホイッスル。チームタイムアウト。佐藤健です。佐藤建設、後半1回目のタイムアウトを取りました。佐藤建設、後半1回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー4の28、愛知自陣15ヤードからセカンドダウン7。試合時間は残り30秒。パス不成功。クォーターバック8番、パスを投じようとしましたが、プレッシャーからパスを投げ捨てました。
プレーナンバー4の29、愛知自陣15ヤードからサーダウン7、試合時間残り23秒。ナイスラン、ファーストラン、ドロープレーによる中央突破、キャリア35番、ファーストラン獲得です。がなくなりました。試合終了となりまして、愛知ゴールデンウィングス13点、佐藤建設スタンディングベアーズ0点、愛知ゴールデンウィングスの勝利となりました。